いやいや、お疲れお疲れ。めちゃくちゃ寒かったっちゃけど、てか今日ソウルめちゃくちゃ寒かった。あ、カジノ、あ、そう、カジノ行ってきて、あ、まあ、結果5万勝ちフィニッシュやったね。そう、おつおつ、ほほほ。ちなみに結果は5万勝ちでした。いや、俺でもそんな別にでかくかけんけんや、ちょぼちょぼ勝っとうだけど、ただ俺人生のギャンブルは人生でトータルプラスやん。いや、じゃあ5万ウォンじゃない、50万ウォン5万ウォンなら勝ちじゃない、ギリ。収納テレビ傾いてない。治った。おーす。いや、5万は別にカジノの勝ちとしてはちっちゃいけどさ、別にまあまあまあ、まあ、人生でトータルで勝ちならでかくない、嬉しい。そんな別にでっかくかけんかな、なんかちょぼちょぼ遊んで、なんかちょぼちょぼみたいな。いくらかけて、いやいや、普通に最初いくら崩したかな、2万ぐらい崩して、んで、そうで5000円とかからちょぼちょぼかける。え、てか、あ、なんかソウルのさ、カジノさ、あの、だからミニマム5000円ちゃうね。いや、そう、ミニマム5000円やったけん高っと思いながら、ミニマム5000円かよ、シンガポールより高いと思いながらさ、マジかと、あ、行ったカジノで一番高かったわ、ミニマム5000円なんだと思って。そう、で最初5000円ずつちょぼちょぼかけて、いや基本的にブラックジャックしかせんけん俺。あ、そう、セブンラック、セブンラック、よくわかったね。そう、高いよね。そうで、俺毎回カジノで買ったチップ持って帰ってくるっちゃうの、ほら、セブンラックカジノ。そう、そうそう、そう、なんかちょぼちょぼかけて、そう、なんか途中9万ぐらい買っとったっちゃうけど、9万10万ぐらい買っとったっちゃう。で、9万10万ぐらい買っとったのに、横になんかバリ、もう体ねじ込んでくるようなバリ厚かまい、ようわからんばあちゃんが座ってきて、月全部持っていかれた。ダリ。月全部持ってかれて、ボロボロ巻き始めたけん、あ、今日5万で頭止めと思って。サクッと、抜けてきた。そう。そう、ちなみにやけど、銀太は、あの、さっきの配信見とった、なんかさっきの配信見とったかどうかわからんけど、さっき銀太が稼ぐマニ、稼ぐマニ、ふっふっって言いながら持ってきた20万は全部吸って丸に3万買い取った。そう、じゃ追加で借りた3万も溶かして帰ってきとって。早かった、あれがカジノ。俺ら稼ぐマニって言いながら、あんな笑顔で天国と地獄ってはっきりわかる。俺が稼ぐマリって言ってここに持ってきてた。俺が稼ぐマリって全部溶かして丸に3万借りて、それも全部溶かしとった。ちょっと俺がブラックジャック言っとった、ね、なんかスロット言っとったやつ。そう、俺が稼ぐマリって。そう、でもギャンブルででっかく最後に勝つのは俺はああいう人間と思っとるよ。俺はほら、あのちょぼちょぼしか加減ビビりやけん、ちょぼ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 ってかけて、毎回3万とか、シンガポールで3万買ったのかな、シンガポールで3万買って、ソウルで5万買って。ベガスが一番買ったのよ。ベガスはでも俺14万とか15万ぐらい買っとったけど。そう。で、そう、銀太は最後にドカッとかけてドカッと負ける。ね、いつか必ずドカッと勝つよ。そう、あいつが一番でも、その、カジノを楽しんどうで行くとやっぱあいつが一番楽しんどうよね。5万、確かにバック代取り返したか。でソウルで使った金は全部取り返したよ、普通に助かる。でもソウルのカジノが一番なんかやりやすかったっちゃ やりやすかったね。なんかミニマムクソ高いけど、まあ一番堪能はしてんじゃないの。サングラス、これゴッドセレクションいつまでそれ。いや、今日の朝タイに行く。そう、今日の朝タイに行くけん眠たくなってしまうけん配信つけた。みんなダラダラ喋ろうぜ。何も入らなかったばっか財布入れと今。いや、カジノ飯めちゃくちゃ美味しかったし、感動した。カジノはあの飯ただやけんな。
知っとった？カジノって飯と飲み物タダっちゃん。あれタダで食える。嬉しい。そう、タダだ、やった。そう、やったやった、タダ飯。そう、タダよ。そう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 、タダタダタダ。熱い。やけん衣食住あそこに全部詰めれるけんやばい。カジノは衣食住全部詰めれるけんマジやばいっちゃうんだよ。あれ普通に麻婆豆腐、麻婆豆腐、麻婆豆腐定食みたいなやつ。いや、入場料もかからんよ。マジで一日中おれる。マジで移住できる、あそこ本当にやばい。